はい、こんにちは、ん歌です。今回ですけども、裏声から地声につなげる方法を紹介していきます。なんか、地声から裏声はつながるけど、裏声から地声に戻ろうと思った時に、なんかうまくつながりませんっていう方が結構いらっしゃるので、この方に、あの、原因と改善策を伝えていこうかなと思います。では、聞いてください。じゃあ、まず、裏声から地声につながるってどういうことなのかってことなんですけども、実演してしまうと、はぁー、 裏声の音域からは、はー、こういうふうに、地声に戻ってきたときに、はー、はー,はーこう一気にこう変わらないというか、はー、はーこうやって綺麗に繋がってるんでょあんま今綺麗じゃなかったね。今、一回目は綺麗だったけど、今のはちょっと綺麗じゃなかったかな。はー、はーまぁ、あ、こんな感じかな。うん ほんとね、僕よりもね、綺麗に繋がってる人ね、めっちゃいる。なんか、女性だとか、あとは声が軽い男性の方とか、なんだろうね、身長が低い男性の方とか結構繋がってんのかな。そんなイメージがあるかな。なんか、やってみてって言うと、僕よりも全然上手いじゃん、みたいな。<laughs> 僕必死にこうなんか、意識をこう、上手いことやって、綺麗にこう、繋げようと思ってやってんだけど、なんか当たり前のようにできちゃう人もいるんだけど、まあ、失敗してる方、まあ僕と同じような、えー、種類の方。 あぜひね参考にしてみていただければと思います今みたいな感じで裏声からきれいに戻るっていう感じでございますじゃあどうやってね練習すればいいのかってことなんですけどもまシンプルにまず地声から裏声につなげてみてくださいあのー、ターゲットがね地声から裏声つながるけど裏声から地声につながらないって方なので地声から裏声につなげてほしいもし地声から裏声もつながらないんであれば再生リストの地声と裏声の完成点を克服しようっていう動画があるのでそちらをめっちゃ見てくださいって感じなんですがまずは あー、低い音から、あー、みたいな感じで繋げてみてください。あー、こんぐらいまで繋げてみてください。はい。で、これができたら、繋げた後にすぐ戻る。よくやりがちなのは、あー、 みたいな。めちゃくちゃなんか高いとこまで行って、一番高いとこまで行ってから戻ろうとするみたいなことをやる方が結構多くて、もっと低いとこでいい。ああああもうこのぐらいでもう裏声になったらあ、自分に戻しちゃっていいみたいな。それができてから、ああああみたいな感じで少しずつ、 音を高くすればいいんだけど、あー。あー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 息もないし、なんか全然戻れないみたいなやり方がいるので、本当に、まずは、地声から裏声につながったらすぐ戻す。わざわざここら辺までいかない。ここら辺までいったら戻すみたいな。あー。 何回も何回もやってあげてくださいそれを徐々に伸ばしていくと、えー、地声から裏声のつながる範囲が伸びてきますで、次のステップなんですけども地声から裏声に繋げたところの裏声を一発で出してくださいあああこんな感じでなんとなく一緒ですよねああからあー

あー、一発でここ出して、あー、こんな感じで戻してあげるみたいな感じで。本当にめんどくさいんですけども、これをやってあげるといいかなと思います。もう一度言いますが、ステップ1が、地声から裏声につなげてあげる。で、つなげたらすぐに戻る。地声から裏声につなげたらすぐに戻る。で、それの追いを伸ばしていく。地声から裏声につながった。もう少し裏声に伸ばしてからもう一回戻ってみるみたいな感じで、少しずつ少しずつ伸ばしていく。 で、これができたら今度、地声から裏声につなげて、その、つなげた裏声を一発で作る。で、これもまた、地声から裏声をつなげて音を伸ばしていった先の裏声を一発で作る、一発で作るという風に、一発で作って、また裏声から地声に戻してあげるという風にやってあげると、少しずつつながるようになるかなと思います。はい。練習方法としては、もう本当にこんな感じでやってあげるといいかなと思います。なので、まあちょっと一緒にやっていきましょうか。まあ、C3 ぐらいから始めて、あから始めて、

こんな感じ。ああ。ああ。こんな感じ。ああ。 こんな感じで、どん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 上にやっていくといいかなと思います。で、あとはちょっとここから補足していくんですけども、まず声量、声の大きさは、小さめから大きめ、どこでも好きなことやっていいです。僕が今実践したのは、あ結構小さめ。あこれを、あこんぐらいでもいいし。 ああ、こんぐらいでもいいし。任せます。ボリュームは任せます。はい。で、あと、この説明を聞いても、なんかどうしても、えー、無理ですみたいな。地声から裏声繋がるけど、裏声から地声繋がりませんとか、あとは息が全然なくなっちゃいますっていう方いらっしゃるんですけども、この方は、地声から裏声に持っていくときに、地声を強くしすぎなパターンが多いです。失敗例として、もう本当これは一番多いかなと思います。 え、ちょっと分かりやすいと思うんですけども、めちゃくちゃこの失敗で。あの、地声から裏声なげるから、あーって行くのが正解なんですけども、失敗する方は、あー。分かりますこの出だし分かりますあー。この地声がちょっと強く入っちゃってるんですね。あー。なので、あ、言葉のあを、

ポン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 ってこの辺に当たるような感じだと思うんですよね。はあはあこの裏声じゃないこっちに引っ掛ける裏声じゃなくてはーーんーんこんな感じのこっちの鼻歌のような裏声をやってみると分かると思うんですけどもこっちを入れないような裏声。なので地声から裏声につなげる時に地声を増やさないみたいな。あ この時点で地声を増やしてしまってるので、ああこんな風になっちゃう。息もなくなっていくし、裏声につなげようと思った時にめちゃくちゃ力むんですよね。なんか顔の奥の方を力むというか、なんか広げる感覚を力ませなきゃいけないとか、わかんないですけど、ああ一生懸命めっちゃ口開けてようやく繋がるみたいなことになったりとか、いろいろあるんですけども、この方は地声を強く入れすぎ。 あ、出だし、出だし 0.、点1秒か0.3秒ぐらいの間でもう失敗してます。ああああこれで失敗です、もう。これで繋がることはないです。ああこっち。ああああこっちの方に持っていかなきゃいけない。ああああああこっちです。 このエッジボイスみたいな、あ、あ、あ、地声の種を入れたら、もうこれ以上地声強くしないよね。ああこんな感じです。その代わり、地声を入れないんだけど、外してしまったら、ああ、ああ外れてしまうので、まあ、そこはね、まあ、できてると思うので、いいんですけども、とにかく、最初に、地声を増やさない。ああ、ああ この時点で引っ張り方がめちゃくちゃ大変になります。うん、って感じです。その代わり、地声を引っ張った場合、声量を足せばそれなりに繋がるかなと思います。ああ、こんな感じのつなげ方はできるかなと思いますので、別に失敗ではないんですけども、裏声から地声に繋がらない方っていうのは、えっ、ー、とまずこの出だしの部分で地声を増やさないように練習してあげると、より裏声から地声に繋げることができるかなと思います。はい。 で、今の説明の地声を増やさないってところがね。1番長い尺を取ったんですけども、めちゃくちゃ大事なので言ってたんですけども、地声を増やしちゃいけないわけではないので。ああ。こんな感じで少し地声を増やした状態から裏声に引っ張り方のバランスを均等に取れればミックスっぽくなったりとかするんですけども、この当たり前に地声を増やしてから伸ばすっていうのが癖づいてしまうと。 あーみたいになってしまうと、じゃあ、地声を増やした状態でやってもいいんだってやった時に、また地声を増やしちゃうんですよ。小さい声でやりたい時に、あーって地声を増やしてしまったら失敗。あー、これが成功。じゃあ地声を増やしてやってもいい。あー、これだったら成功なんですけども、じゃあ、いざこの声をやった時に、あー、 な,になっちゃうんですよ、ね、結局結局その失敗が比例してまた失敗していくのでまずは小さい声で地声を増やさないという感覚をつかんだ後に地声を増やした後でもそれ以上地声を増やさないで裏声に引っ張れるようにすればまたその厚みとか増やしたりとかできるのであのすごく大事な説明だったって感じでございます。 こんな感じでね、練習方法はもう本当にこれで説明終わりだと思うんですけども、まあね、できてない部分の説明とかも分かりにくかった説明の部分もあるかもしれないんですけども、なんとなくこう受け取ってもらえればと思います。で、最後になんでこの裏声と地声を繋げる練習をしなきゃいけないのかっていう話を若干軽くさせていただくと、間の声を見つけてほしいんですよね。その、あーってなった時に、あ、地声から、あー ここまでいくと裏声ですよね。あーなので、地声は熱い声ですよね。あー、あー、裏声は薄い声ですね。この絶妙な、あー、このぐらいだったら薄い地声ですよね。あーこの感覚をすごく養ってほしい。ここの、あーなんでかっていうと歌うときに、 君をわかりたくて、わかりたくて、こういう風に歌える。これが、間の声がわかんないと、君をわかりたくて、わかりたくて、とかで、地声と裏声のバランスがすごく大きく、差が生まれてしまったりとか。あとは、サビになった時、地声と裏声の間の声が分かってると、君を、なので、 もう君を地声を増やしつつ裏声を増やしてる間の薄い声の状態から裏声と地声を両方増やしてるから薄い状態軽い状態でもう君を愛せないんだいいちょっと意が失敗しましたけど、うん、いけるみたいなこれが地声が重たい状態だと間の声が分かってない状態だと もう君を愛せないんだ結構なんか張り上げっぽくなっちゃうかなので間の声を見つけてほしいもう君をこのぐらいの感覚を見つけてほしいからめちゃくちゃ裏声と地声をつなげる練習をしてあげるといいかなっていう状態でございます で、もしね、今の説明のこの間の声を見つけるって言っても、いやいや、音楽さん、僕はもっと強い声で歌いたいんだって方がいるとするじゃないですか。例えば見てる方で。君をわかる、この薄い声じゃなくて、君を分かりたくて、このなんか強い声にしたい。空にある何かをじゃなくて、空にある何かを見つけてたら、こっちの強い声で歌いたいんだって場合でも、 薄い声の状態に厚みを足してるんですよね。なので、空にある何かを強くできる。でもこれが薄い声の状態、間の声がわかんないっていう説明をしてしまうと、あ、説明じゃないや。間の声がわかんないって状態だと、空にある何かをみたいな。君をわかりたくて、こんな感じになっちゃうので、結局薄い声を持った方がいい。空に、 そう、空にある何かを見つめてたら、みたいな。僕ら見つけ合って、タグに合って、同じ空。この時は、まあ、裏声入れながら、地声も入れるみたいな感じで、やりながら、まあ、バランス取るんですけども。そう、そんな感じで、だから、間の声、結局強い声を出したくても、間の声が分かっといてから、そこに薄い声を出した方が、絶対的に、あの、 バランスは取りやすいし、コントロールもしやすいので、ぜひ、この間の声を見つけるってことをやってみるといいんじゃないかなと思います。あの、ただただね、繋げる練習ってだけじゃなくて、いろんなね、いろんな、いろんな効果があるんですよ。これ、繋げられると。後々ね。そう。別に繋がんなくてもいいやっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、繋げとくと、まあ、後々、他の練習するとき、便利かなと思いますので、やっとくといいかなと思います。はい。そんな感じで、今回は以上になります。 え、まあ、参考になったらグッドボタンを押していただいて、まあ、できるようになったよとかいう方もグッドボタンを押していただいたりとか、まあ、できなかったよって方はコメントいただいたりとか、ま、いろいろこう、反応いただけると嬉しいです。あとは、あの、僕のレッスン受けてみたいよとかね、声確認してほしいとか、今後どういう練習していけばいいのとか、不安になってる方はね、一度僕のレッスンに来ていただけると、まあ、ある程度こう、長いスパンを見て、こう、ご説明できるので、あの、一度、 ご来店、ご来店じゃないか、お店じゃねえか。はい。一度、あの、概要欄の LINE アットに問い合わせいただいて、レッスン申し込みしていただければと思います。えー、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。